こんにちは、ヴィンセントです。今回は裏百式を新キャラノアと炭治郎を使って爆速でね、攻略していきたいと思います。もう本当にずらししかしないんで、めちゃめちゃ簡単でしたね。ではまずは炭治郎には正月エノーラですね。エノーラのポイントは、この12ターンの間ヒットポイント 40% 回復、これがめちゃめちゃ強いんで採用してます。まあなんで炭治郎の表のスキルは使わないんで、実際は16ターンで打てるスキルみたいな感じなんですけど、ヘイスト大量にね、使えるんで、まあ実際実質ループみたいな感じでね使えます。はい。で正月神結びは、まあ火力もそれなりに出て、5ターンで打てるこの消せないと回復、覚醒無効回復の枠ですね。でまあ裏はね溜まってもいいような、武器がいいと思います。まあみんなね、持ってるであろうアマテラスを採用してます。はい。でひそかはね、火力が非常に出せるのと属性吸収ダメージ吸収対応できるので採用してます。で武器は、カラット、まあ、これめちゃめちゃ強い武器なんですけど、持ってない人はね、副属性を火か、水に変えれる武器をつけてあげるといいと思います。でノア1体目にはカイトで10強があるんでね、火力の底上げで採用してます。まあ、ここねダメージ上限解放でもいいし、スキル遅延でもいいしと、まあ、どちらでもいいですね。で2体目のノアはこちらはねスキル遅延をつけてます。でアレキサンダー大王で、まあ、若干目覚め対策ですね。でフレンドの、ノアにはアマージュでこれもスキル遅延をつけてもらってます。ではやっていきたいと思います。はい。ではまず1回走です。1回走ね遅延食らったりするんですけど、別にね、全然無視で OK です。でフレンドの方のノアがね、すぐ溜まってしまいそうなので、最初ねフレンド側から使っていきます。まあ、基本的にはね、ノアを順番に2回ずつ使って、まあ、そのループで立ち回っていくっていう感じですね。はい。で、2階層は、属性吸収のスキル必要なので、ヒソカを使って、で、またね、ノア使って、ずらしで倒していきます。で、無効貫通に関しては、もう完全にね、ノア3体用意してあげれば、無効貫通ループになるんで、まあ、そこの対策は一切不要ですね。はい。で3階層はルーレットと9コンボマイナスですね。で今3コンボマイナスもあるんで、まあ、ちょっとね厄介なんで、こことりあえず覚醒無効ね解除して、でここで、炭治郎の裏のエノーラを使っていきます。この階層で打たないと次アシスト剥がされてしまうんで、4階層でなんで3階層で、エノーラをね使ってあげるといいですね。で倒していきます。でもしね道中スキルチェーンとかで、上限解放のノアがね、スキルループできなくなってしまったとしても、火をね4攻撃さえすればとりあえず 77% の、ね、軽減貼れるんで、まあ、それでね、耐久してあげてもいいと思いますね。はい。ここから3ターンね、ちょっと剥がされているので、まあ、アシスト回復できるね、キャラクター持ってきてもいいんですけど、まあ別にそこまで対策する必要性はないと思ってます。はい。で、1ターンの間、とりあえずリダーチェーンかけられてしまったんで、耐久ですね。火4攻撃しましたけど、炭治郎リーダーじゃないんで全く意味ないですね。まあ、なんか適当に消してもらうといいと思います。はい。で、戻ってきたんで、ノア使って、ずらしで倒していきます。はい。まあ、回復もね本当にループだし、無効貫通も対応する必要ないんで、まあ耐久するときはなんか適当に1個消すとかするぐらいでいいんで、無駄にね頑張って何かを取り出すみたいな感じの作業は一切ね不要ですね。結構表の百式はねちょくちょく、動画も上げたんですけど、裏百式ってそういえばそんなに上げてないなと思って今回はやってます。はい。で結構ね、裏百式もこういう弱化というか、デバフ結構食らわしてくるんだけど、まあ、全然ね、気にならないんで、これもデバフ食らっててもひそか普通に副属性までねカンストしてるんで、はい。まあ、対策は不要かなと思いますね。はい。でここちょっとね立ち回り迷ったんですけど、まあ、とりあえずね、神結びで消せない解除して、で4ターン猶予あるんでどうしようかなとは思ったんですけど、まあ、とりあえず進みました。あと2ターンで、
回復ループが切れてしまうんで、炭治郎をねこれギリギリまで待って、まあより早く貯めてもいいかなとは思ったんだけど、はい、まあそこまでする必要性もないかなと思って進みましたね。はい、でこれで最後の回復のターンになります。ただねもうすぐまた 2,3 ターン後には溜まってくるんで、これがねアシスト剥がされてないとすぐ使える状態なんだけど、あの3ターンがねちょっと邪魔でしたね。あーそっか、でもっと言うとここでスキルチェーンもね一旦食らってしまったんで、まあ若干はい、まあかかってしまったと。まあでもそんなにね裏百式の先制ダメージもめちゃめちゃ高いわけではないんで、はい、まあ全然大丈夫だと思います。はい、でこいつね、2ターンの猶予あるんで1ターンはとりあえず回復しました。で、まあ炭治郎のねスキルダメにもなるんで、で2回目の攻撃でノア使って倒していきます。こいつなんかもね結構硬いイメージでしたけど余裕で抜けますね。はい、まあ、この階層なんかもうデバフとか食らってると結構ねワンパンで倒せなくてめんどくさい、場所ではあるんだけど、はい、ワンパンできるんで簡単ですね。でここでね、炭治郎の裏のエノーラが溜まってきたんで、はい、次に使っていきます。まあ注意点としてはノア使ってからエノーラ使ってしまうと盤面変わってしまうんでね、先にエノーラ使ってからノアを使うと、はい、いう風にしてあげるといいと思います。でここのね階層は両方半分まで一気に削ると、まあ、ダメージ量がちょっと高いんで160万かなんで37万ぐらい食らうんですけど、今回ね片方の敵が支援が通ったんで、はい、まあ片方しか食らわずにね済みましたね。でもうボス戦の1個前のとこまで来ましたね。まあどちらの敵が出たとしても問題ないですね。はい、ノア使ってずらして倒していきます。あ、そうだ、最初ね奥調いけないかなと思って組んだんですけど、奥調だとねやっぱり割合ダメージが結構きついんで、450% もあるし 400% からの何十万ダメージとかがねやっぱきつかったんで、10階層とかまではいけたんですけど、フレンドがねノアだとさすがに無理かなと思いましたね。なんで真ん中3体ノア入れてっていう編成だったら、フレンドリーダーフレをね軽減 450% とか全然耐えれるキャラにしたらいけるかもしれないんですけど、ただノア3体編成ってまあ大変なんだよね、まあ、ちょっとそれを諦めましたね。まあ、こういう裏百式レベルだったらもう本当にめちゃめちゃ簡単なんで、ね、まあ、これからも結構周回に使われる性能になってる、まあ、そういうポテンシャルはあるかなとは個人的に思いますね。はい、で、次がラストですね。この半分の時のダメージもね全然大したことないんで、はい、エノーラのこの回復ループさえあればもう何も怖くないですね。なんで回復も一切気にしずに立ち回ることができます。はい、これで10分もね全然かかってないんで本当に早いし楽だしっていう風でねおすすめとなってます。皆さんもよかったらぜひ遊んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。